どうも、亀ちゃん大好きセンターテールです。今回なんですが、チャームから新たに亀飼育にかなり向いてる飼育用品っていうのがね、発売されましたんで、これを開封してね、見ていこうかなと思います。何やらそこの方にね、こう穴が開いていまして、そこにホースとかがつながって排水がしやすいようになっているようです。実際に亀を飼育する上でこれがね、使いやすいのかどうかとか、そういったところをね、見ていきたいと思いますので、よければ最後まで見ていってください。それでは早速なんですけども、開けていきましょう。はい、こちら箱から開けた状態になります。まず梱包に関してね、ちょっとお話しするんですけど、すげーしっかり梱包されてます。このプチプチがね、もう全面を覆っていまして、非常にしっかりね、梱包されてますんで、まあ破損して到着するってことは、まあそうそうないんじゃないかなと思います。で、水槽の中の方にこういった各種パーツが入れられております。あとこういった説明書もね、入ってます。ちょっと後でね、しっかり見ていこうかなと思います。はい、こちら緩衝材をね、取った状態です。で、こちらがリーフから発売されている穴開け加工済み水槽になります。ちょっとここにね、穴が開いてます。穴開け加工済みの水槽です。で、まだちょっとね、組み立てをしていないので、ちょっとこのままだとね、水入れても全部この水槽台にね、バシャーになっちゃう状態なんですけども。で、まずね、素材なんですけども、プラ水槽ですね。はい、うん、プラスチック水槽の音がしますね。で、フレームがね、こうついていまして、で、そこは透明になっていますね。で、透明度に関しては、まあプラ系よりちょっと綺麗かなくらいな印象ですかね。まあ開けたばっかなんでね、あれなんですが、結構プラ系ね、買って最初のうちから若干濁ってたりするんですけど、まあそれよりかはちょっと透明度高めの水槽になってるんじゃないかなと思います。で、この穴開け加工済み水槽なんですけども、サイズが3種類あります。で、これは、中サイズ、真ん中のサイズです。これより小さいのと大きいのとそれぞれありまして、まずこれより小さいやつが幅が 30.5、奥行きが 18.5、で、高さが 19.5 っていうね、サイズがありまして、それが値段が2222円です。で、この中サイズ、幅が 39.4、奥行きが 20.4、高さが 21.5 っていう、このサイズが3535円。で、これよりちょっと大きめの、幅が 49.3、 奥行きが 24.3、 高さが 23.6 っていうのが、もう一個大きいサイズありまして、それが5353円になっています。まあそのようにサイズが3種類ありますんで、まあ使用場所やね、使用用途によって、どれを買うかっていうのをね、選んでもらうといいのかなと思います。で、この水槽の特徴になります。商品パッケージとかがないんで、チャームのページからね、ちょっと読んでいこうかなと思います。底面に穴が開いているため、簡単に水替えができる水槽です。ドレンやホースなども付属しているため、購入後すぐに水槽設置が可能です。水を入れた後はコックを回すだけで簡単に水替えが行えます。足がついているため、どの水槽台でも使用できますとのことです。まあ何しろ底に、ね、穴が開いているんで、これで水替えが簡単にできるという、そういった水槽になっているようです。で、サイズとしましては、ここの穴サイズが 2.5 センチです。で、後で組み立てるんですけど、ここにつながるホースっていうのがあって、そこの内径は16となっています。なので、ホースは結構、太さがありますんで、この水槽に対しての排水処理っていう意味では十分なんじゃないかなとは思います。材質はプラスチックです。であと、重さは 1.62 キロですね。まあ、プラなんで、軽いですし、まあ、これだったら持ち運びなんかもね、めちゃくちゃ楽なんじゃないかなと思います。はい、とまあこの水槽の特徴や仕様に関しては、そんな感じになっていますので、それでは早速ですけど、組み立てていこうかなと思います。組み立て方法はこういった説明書に書いてあります。イラストもね、結構わかりやすく書いてあるんで、まあこれなら簡単なんじゃないかなと思います。まずは足を、つけていくみたいですね。はい、こういったね、足が4個付属していますので、これを水槽の四隅に取り付けていくようです。水槽をひっくり返したんですけど、まあ、特にこうどこにつけてくださいっていうのはね、明確に目印とかないんで、まあおおよそ四隅の方にね、うん、つけていけばいいんじゃないでしょうか。で、この裏面ね、よく見るとこの端っこの方ですね、ここに若干こうプラケのつなぎ目みたいなね、出っ張りがありまして、そこにこういったキスゴムがかかっちゃうと、取り付けができないんで、このね、ちょっと出っ張ってる部分はかわしてつけてあげれば、このようにね、取り付けができます。キスゴムの強度はまあちょっと怖いけど、一応このプラケはね、浮き上がらせることができるくらいにはなっています。
続いてドレンセットのホース部を組み立てていきます。付属しているホースとかパーツをね、こういった形で組み上げていきます。はい、こちらが付属していたホースなんですけども、ちょっとなんかもう折れてるんやが、まあこういった袋の中にね、こうホースがしまわれてたんですけども、こう折った状態で入ってたんで、こんな感じの跡になっちゃってますね。これちょっとなんか、お湯とかで軽くお湯とか流しながら、ちょっとこうして癖を直していかないと、これじゃちょっと水の流れ悪くなっちゃうぞ。ちょっとホースは折らずに梱包してほしいですね。もしくはもうちょっとこう円になるような形でね、とどめておいて、発送してもらうとか。ちょっとこれはまあしょうがないんで、とりあえず組み立てていくんですけども、まずはこれ排水するところの穴部分ですね。ここは購入方ホースを入れて、なるべく奥まで入れるように、こうグッとね頑張って入れていきます。まあある程度、奥まで入りました。そしたらこっちのね、こうくるくる回るこの部分があるんで、これをこう上に上げていくと、ここでね、しっかりホースが止まりますんで、これをくるくる回していくと、まあ、ここの仕組みは、ジェックスのメガパワーのポンプとかと一緒ですね。こうしてホースを止めていきます。はい、続いてこちらは水をね、こう流したり止めたりする装置になります。これをホースに取り付けていくんですけど、まず最初にこのこっちのくるくるするところを一回外しちゃいます。で、外したやつをホースのね、ところに一回入れちゃいます。折れてんの気になんな。で、これを通したら、今度このこっちにホースを刺していきます。このホース結構ちょっとなんかシリコン臭いというかゴム臭いな。ちょっと匂いが気になるホースではあるんですが、まあそして結構男性も強いみたいで、なかなか入っていかないです。ここはもう頑張っていくしかないですね。一回やっちゃえばね、もう何回もやるようなところではないと思うんで、とりあえずこんくらいまで入れたんで、まだだな、もっと奥まで入れなきゃダメか。はい、とりあえずね、ここまで入れました。こんくらいまで入ったら、これを今度はこっちにこうも付け直すことで、ここでね、ホースをしっかり固定していきます。これね、でも全部回しちゃったらこれホース固定できないのね。だからある程度このホースと、ホースが固定される位置で、こんな感じですかね。ちょっと程よい位置を見つけてね、はい、これなら大丈夫そうかな。そうしましたら反対側にもこの短い方のホースを取り付けていきます。先にこのくるくるするやつを通して、これをここにつけていくと。はい、ある程度押し込んだら、これでくるくるしていい感じの位置でホースが固定されるように、回していきます。はい、これでホース部分の組み立ては完了しました。もう折れてんのよな。そしたら最後に、これとこれをね、この接続パーツを穴部分につけていきます。で、こちら穴部分なんですけど、あんま加工は綺麗じゃないですね。こんな感じで結構バリが残ってます。まあこの穴は結局このジョイントで塞ぐんで、ここね、カメが直接触るわけじゃないんで、いいっちゃいいんですけど、まあいいっちゃいいっすわ。ジョイント部分を取り付けていきます。で、この時に、一応このオーリングがね、ついてることを確認してから接地をした方がいいかなと思います。じゃないとね、じゃんじゃん水漏れしちゃうと思います。ご注意のところにも、穴加工時のバリが残ってる場合がありますと書いてあります。あらかじめご了承くださいとのことです。あらかじめって注文するときにそんな言われてないんですけど、まあ別に大丈夫なんでいいんですけどね。あとちょっとついでに注意点として読んでいくんですけど、2センチ以下の魚は排水時に流されてしまう恐れがありますとのことです。あと40度以上のお湯を水槽に入れることはおやめくださいとも書いてあります。まあプラスチックなんでね。はい、こんな感じでね、ジョイント部分も取り付いたんですけど、これおい、ここよ、ホース折れてんのよ。
はい、そして水槽をひっくり返しまして、これで設置が完了しました。こんな感じでホースがね、こう出ていまして、ここのコックをひねることで、簡単に排水をすることができるようになっています。で、設置をしてみて、なんですけども、まあちょっとこの時点ですでに若干グラグラしますね。まあ、やっぱ足がこういうキスゴムで設置されていますんで、安定感があるとは言えないんだよな。まあこれは水を入れたらもうちょっと安定するのかもしれないんですが、ちょっと不安だな。ただ、水替えが楽になるっていうのはね、素晴らしいことなんで、早速ここに水を入れて試していこうかなと思います。水漏れのチェックとか全然してないんで、ちょっと不安なんですけども、はい、こんな感じで4分の1ほど水を張ってみました。ちょっと重さが出たことで、さっきよりはね、あんまりグラグラしないようにはなってるかなと思います。はい、こちら水槽底面の、穴付近の様子です。水漏れはしてないね。すごいすごい、水漏れしてないです。もちろんこのホース周りの部品からも、水漏れはなさそうです。大丈夫そうだね。いや、これね、よく屋外飼育のプラ船とかに穴開けて、こういった排水の線をね、設置したりすることあるんですけど、結構水漏れするんですよ、自分でやると。まあ一発でね、完璧に行くことってあんまなくって、まあ、ちょっとずつ調整しながら水漏れしないようにしていくんですけど、まあ、これに関してはさすがに市販商品といったところで、まあ一発目から水漏れがなく、設置することができました。これは優秀だね。はい、こちらは、排水穴の部分を上から見た状態です。こんな感じになっています。ちょっと空気なんかがね、水入れたばっかなんでちょっと漏れてますけど、まあ、ちょっと分かりにくいんですが、こういったね、ジグザグした、形が側面はなっていますんで、こうくるくる回すときに持ちやすい形になっていますね。まあ、なんですけど、俺亀飼育ケースの、ね、穴開けとかやったことある人はもうすでにこの時点でね、とある欠点がもうね、分かるかと思います。はい、これね、排水部分を横から見た状態です。真横から見た感じですね。ここがね、排水のジョイント部分で、この上の方に穴が開いていまして、ここから水が流れていくっていうような仕組みになっています。でね、まあ、この厚み厚いのよ、ここがね。これどうなるかっていうと、この部分ね、水抜けないんですよね。まあお察しの方はね、もういたかと思うんですけど、これちょっとね、致命的なんですよ。それでは、実際に排水をしてみようと思います。下にバケツを置いてね、セットして、このコックをひねると排水がされるようになっています。はい、排水が完了しました。皆さん大変申し訳ないです、僕が間違ってました。こちらの排水の部分なんですけど、横もね、穴開いてました。はい、これただ持ちやすいようにギザギザ加工してあるだけかなと思ったんですけど、そんなことなかったです。穴が横にもね、めっちゃ開いてます。なので、もうほぼ 99% 排水できます。もうこの辺もね、もうちょびっとだけ水がね、排水しきれなかった部分が残ってはいるんですけど、もうほんとちょっとです。もうほぼ完璧に排水できてます。いや、すいませんでした。はい、チャームさん、すいません。ちゃんと排水できます。まあこれ何を言ってたかっていうと、このね、一番底の、もう5ミリとか1センチくらいが最後まで排水がしきれないと、結局そこのね、部分に残ったゴミとかっていうのをまた別でこう水洗いとかしてってやんなきゃいけなくなって、非常に面倒くさいんですけど、これはもうほんとしっかりね、ほぼ 99% の水を排水することが、できました。だから水替えの時とかはね、もう軽くちょっとこすってあげれば、もうそれだけでね、もうほぼ全部排水できるんで、はい、かなり手間いらずでね、水替えができるんじゃないかなと思います。ただ一応このホース部分がね、ちょっと長いなと思いました。まあこれ切るなりして調整してもいいですし、つけとくとか、まあ、なんか工夫すればなんとでもなるとは思うんですけど、まあいわゆる塩ビパイプとかみたいにこうね、固定されるようなものではなく、こういったホースなんでうねうね動いてしまうんで、こうなんか持ってないと、こう排水する時の水がバケツから溢れちゃったりとか、まあ、バケツ外しちゃったりね、することがあるかなと思いますんで、まあ、なんかね、ホースを固定する工夫が必要かなっていう感じです。なんですけど、まあ排水に関しては、ほんと 99% の水を抜くことができてるかと思いますんで、まあここは良かったですね。はい、実際に亀を入れてみるとこんな感じです。こちら草亀のベビーになります。いや、可愛いですね。
一応ちょっとね、陸地も入れるとしたらこんな感じのレイアウトになるんじゃないでしょうかね。まあこの草亀のベビーとかだとね、ちょうどいいサイズですね。とまあこんな感じで、組み立てから設置、実際に、排水の様子っていうのを見てみたんですけども、まあ実際に、考えられるメリットデメリットっていうのをね、ちょっと見ていこうかなと思います。まずデメリットというか気になる点なんですけども、サイズですね。サイズが小さい。まあ今回小中大と、サイズがありまして、これが中サイズなんですけど、まあ一般的な、45センチ水槽よりも一回り小さいサイズ、まあ L 水槽よりも小さいですかね。そういった、かなり小ぶりなサイズとなっています。で、まあサイズはいいんですよ。うん。まあこういった小さいサイズもね、需要があるかなと思いますし、大きいだけが正義じゃないと思います。設置の場所とかもあるしね。ただ、もう本当ね、これ、うちの動画で何回も言ってるかと思うんですけど、高さが低いのよ。いや、これ本当にもう前から言ってますけど、なんで亀水槽は低くていいと思ってらっしゃるのか。全く理解ができません。亀って実際飼育してるともう脱走するんですよ。めちゃくちゃ脱走します。まあ、こんくらいのね、サイズのベビーの草亀とか、まあ、まだ大丈夫ですけど、これ実際もうちょいね、水入れて、ちょっと高めのね、陸地とかを設置したら、もうすぐ脱走しちゃいますよ。だから亀がね、陸地が必要になりますんで、この陸地部分からの水槽の上のこの高さ、そこもある程度確保しないと、ほんと脱走するんですよ。だから亀水槽であればあるほど、高さは高ければ高いだけいいとね、僕は考えています。まあ高ければね、その分ね、もっと大きめの陸地を設置して、水槽の水量も取って、水換え頻度もね、減らせるかなと思いますし、ほんと亀飼育する上で、この水槽の高さが低いことのメリットって一個もないんですよ。デメリットしかない。だから亀飼育向けっていうようなね、感じで作るんであれば、もうちょい高さはね、高くしてくれた方が良かったのかなと思います。で、これは小中大と、3つあるサイズ、3つともね、高さ低いです。これよりもう1段階大きいサイズのやつもね、高さ30センチもないんで、まあほんとこれ、もうベビーのうちはね、いいんですけど、これ亀が大きくなればなるほど、高さが低いなっていうのは実感するようになってきますんで、まあそして実際のこの幅といったサイズ感に関しても、大きい方でも、49センチとかだったんで、まあこの水槽で飼育できるのはまあ長くても2年くらいかな。亀によってはね、もう1年目で結構狭くなってくるんじゃないかなと思います。で、亀の水槽って結局ベビーのこのサイズをね、見てこれに合うサイズの水槽を買おうっつって水槽を買っちゃうと、結局もうね、半年とか1年でもう買い替えになっちゃうんで、個人的にはもう最初からある程度大きめの60センチとかの水槽を買うのがおすすめではあるんですけども、まあそれもね、自宅の環境とかにもよるんで何とも言えないんですけども、まあそれにしてももうちょい大きいね、ラインナップがあったらいいかなとは思います。まあその場合、この足がね、このただのキスゴムで止めてるだけの足じゃ絶対無理だと思うんで、まあ足部分もちょっとね、変わって、来ないといけないんだろうなとは思うんですけど、このキスゴムで止めるだけじゃね、まあこんくらいのサイズが限界だとは思うんですけども。だからこのサイズ感に関しては正直長く使えるものではないと思いますし、亀飼育に向いてるともね、個人的には言い難いと思います。まあ、これがね、あと5センチでも10センチでも高さが、あれば、使い勝手かなり変わってくると思うんですけども、この亀水槽が低くていいっていうのはもうどっから生まれてきたんだ。ほんとこれ陸地、この一番ちっちゃいやつしかもうこれじゃ置けないですから。まあ、高さがあればもっと大きい陸地とかね、浮島とか選択肢に入ってくるんですけど、ちょっとね、低すぎますね。あと気になる点としては、このホースがプランプラン。うん。まあこういったね、穴開き型水槽とかを自作で作る場合ってあんまホースって使わなくって、だいたい塩ビ管とかでね、こう作っちゃって、ある程度この排水する場所っていうのをね、例えばこんな感じとかで、ね、固定して作っちゃうことが多いと思うんですけど、もうホースなんで結構プランプランです。で、水換えしてる最中にこれをもう手放しちゃうと、この水の勢いとかでこうプラーンってなって、それがバケツからね外れて部屋の中が水浸しっていう可能性もあるんじゃないかなと思います。で、ここに関してはホースをカットするとか、まあ、この辺とかでも短く切っちゃうとかね。まあ、あとなんかどっかにこう、ペタッとくっつけとくとか、まあ、何らかの工夫があれば、改善できるとは思うんですけど、もうこのまま使おうと思うと、結構プランプランだし、これをね、どこに収納しとくんだ問題とかも、ありますんで、水槽の下に入れるにしても、ちょっと最初の設置角度を考えなきゃいけなかったですね。水槽の下に入れるんであれば。なんで、ちょっとこの部分がね、若干気にはなります。あと折れてたしね。これは、まあ、排水はできたんですけど、なんか梱包の仕方考えろやってる。
まあ、致命的な欠陥ではないんですけども、ちょっと気になるなといった感じです。一方メリットとしては、さっき排水のところでも見たんですけど、こうね、排水部分が横にも穴開いてるんで、しっかりと最後まで水を抜くことができます。これによって、最後汚れた水がねちょっと残っちゃうっていうようなことが、ほとんどないと思いますんで、まあ、水替えするときは軽くスポンジでね、この底面とか横とかさーっとこすって、まあ、そのまま排水してあげれば、一発でね、掃除と排水ができるんじゃないかなと思います。で、同時にそういった排水とかがね、しっかりできるっていうことは、まあ、水道とかがないお部屋とかでもね、簡単に排水ができるといったことになります。まあ、さっきやったみたいにね、ここを、ひねるだけで水が出ていきますんで、ここね、バケツとかに排水をしてあげて、新しい水を、持ってくれば、もうそれで水替えができちゃいますんで、まあ、こういった排水の機構がない場合って、この、ね、水槽をもうこのまま、えいっとね、腰入れて、ぐっとね、持ち上げて、それをそのまま、トイレとかにジャボーンってやるか、まあ、バケツとかに、まあ、ジャボーンってやるか、まあ、シンクにジャボーンってやるかね、まあ、そんな感じの、排水をするか、まあ、もしくは、なんかポンプとかを使ってね、こうシコシコポンプを使うなりして、水を抜いてやっていくことになるかと思うんですけど、まあこの穴あき水槽だったらね、ホックひねるだけで水が出ますんで、まあ寝室とか、まあ寝室じゃなくてもリビングでも、どこでもその、まあすぐにね、こう水がバシャーンと、できないようなところでも一度持ち上げる必要っていうのがないんでね、まあこれだったらね、どんな方でも簡単に水替えができるんじゃないかなと思います。まあとはいえ、水入れるときは結局バケツ持ってきてこう、えいやってやんなきゃいけないとは思うんですけども、まあ、飼育負荷っていうのはね、かなり軽減されるんじゃないかなと思います。まあ、特に草亀のベビーとかね、ちょうどいいですね。まあ、この子だったら、あと1年くらいはこの水槽のサイズでもね、飼えるんじゃないかなと思います。まあ、ぶっちゃけ言うと、今回これ買った時にね、ネタって買いました。まあ、使えねえだろうなと思って買いました。まあ、排水部分もね、見た感じ、まあ、明らかにここの排水のパーツが厚みがもうすごかったんで、これどうせ水抜けねえんだろうなとか思ってましたし、まあ、プラス水槽ということで透明度とかもねもっと低いんだろうなと思っていました。なんですけど今組み立ててね、実際やってみて、悪くないね悔しいけど悔しいけど悪くないわ。まあ、本当にねもっと高さがあるやつとか大きいやつがあればいいなとは思うくらいで、それ以外に関しては正直結構悪くね悔しいけども。あとこの子、オスっぽいっすね。はい。尻尾太いわ。はい、ということで、今回は新たにチャームから発売された、この亀飼育向けのね、飼育容器っていうのを買ってみて、で、実際に組み立ててね、ちょっとレビューをさせてもらいました。いかがでしたでしょうか。まあ、うちはね、ここ自体が、もう亀専用にちょっと用意した場所で、まあ、下が土間だったり、すぐそこにシンクがあったりと、まあ、そんなにこういったね、排水機構っていうのを必要とはしていないんですが、ただ通常ね、お部屋とか、そういったところで飼育されている場合には、こういった排水機構があるとめちゃくちゃ便利だと思いますんで、まあ、水替えがね、大変だなと思っている方には、いいものなんじゃないかなと、思いました。まあ、とはいえ多分プラなんで、これは多分1ヶ月もしたらちょっと結構汚れて透明度下がってくるとは思うんですけども、まあ、飼育する分にはね、悪くないっていった、そんな印象を受けましたね。まあ当初思ってたより悪くなかったっす。ネタ行きかなと思ってたんですけど、ネタじゃないっすわ。全然。普通に使えるレベルだし、なんならちょっといい寄りですね。はい。びっくりしました。まああとさらに言うとね、なんかろ過装とかでも使えるんすよ、これ。まあ上部にするには、ちょっと大きいかなっていう感じはしますけど、まあこれより小さいサイズの方とかだったら、もうろ過装とかにも使えそうなんでね。ちょっといろいろね、考えてみたいかなと思います。とまあこんな感じで、このチャンネルでは亀の飼育についていろいろやってます。商品レビューとか、亀をろ過で管理する方法とかを、発信していますので、よければチャンネル登録をよろしくお願いします。それではここまでのご視聴ありがとうございました。皆さんも良い亀ライフを。それでは、さようなら。